皆さんこんにちは、高畑さと子役を演じさせていただきました篠原舞です。映画ひとつぼっちのクラウドファンディング、まずはご支援たくさんの方にしていただき本当にありがとうございます。まず台本をいただいた時に、そのこの私が演じるさと子の役割を考えたんですけど、役割を考えて何がこのさと子の使命なのかって考えた時に、思いっきりその奈美子の心の過去の傷をえぐり出すことこそがこのさと子の役目だと思って、強い気持ちを持って激しめの怖い人を演じさせていただきました。どうか嫌いにならないでください。嫌いになっちゃうかもしれないですけれどもあとですね、私がこの台本をいただいた時にこの作品に対して感じたことは、結構介護だったりとか、あと育児放棄、ネグレクトとか、さまざまな要素が描かれてると思うんですけど、私が日々こう生活していく中で、みんなそれぞれ、自分一人じゃこう処理しきれないような悩みとか苦しみとか結構抱えて背負って生きてると思うんです。でもその苦しみとかをほんの一瞬でもこう誰かを許すことができたりとか、自分自身をちょっと許してみようかなっていう勇気を持てたりとか、あとなんかこう白黒つけなきゃって思ってた問題とかを、まあちょっとこのままでもいいんだっていう、なんかこの心を解きほぐすような瞬間がこの映画を通してみんな持てたらいいな、きっと持てるんじゃないかなって感じてます。ぜひぜひ来年公開を目指して今頑張って作っておりますので、ぜひこれからも映画ひとつぼっち応援よろしくお願いします。ありがとうございます。